ゲームセンター CX おっさん3人思い出を語ろう。あとはなんかあの AD さんなんですけども、さっき話出ましたけども、はい、でもなんか昔の人がこの話する時って大体浦河ぐらいまでの話が多いですよね。東島、笹の浦河、うん、そこまではなんかいい感じなんですよ、うんうんうん、急に井上から面白いキャラになっちゃって面白くなっちゃってあれでね、なんかね藤本がねちょっとね井上いじり出したんですよキャラクターある方がいいなってなってきた、うん、そうそう、あのいい普通ですって言ったもんね。今までにないやつが来たなっていうのはあったんですよね。ちょっと飽きてきたことゲーム上手くないっていう、東島以来の、ね、普通ですっていう、うん、ゲーム好きって来たら普通ですっていう現代っ子来たなって言ってたもんなその後中山でしたですか。いやいや、その後さっちゃん入って鶴岡中山なんですよ全く操作が効かなくなったんですよね操作というか、ね、ちょっと待って、それはなんか誤解の言い方だからこういう風にあいのさんに説明してねとかいうのが全部練習してやるんですけど、あーなんかちょこちょこ藤本君に言われてた、なんか中山どうしたらいいっすかねって何それどうしたらいいっすかねってさっき練習したやんけって、なんでそれ言っちゃうのとか、なんで攻略法教えちゃうのみたいなの分からないけど、そうなんや、操作が効かなくなったんですよ、ね、そのね操作の効かなくなった一番が、うん、あの生放送の時の有野さんが隠れるコントで、うん、みんなで探すっていうコントをやってんのに一、うん、人だけ「お有野さんどこや!」って言ったら「ここにいますけど」って有野さんはアイさんは始まるよ。早く呼んで呼んで早く。何回もお前呼べよお前。ありがとう。アイさんこっちいますよ。え？どこにおるの？こっちいますよ。どこだよ。もういいよ。ブイかブイブイ。なんでブイか。あの時はどんな気持ちだったの藤本？なんで言うねんって聞こえてへんふりしたよね。いや俺もちょっとパニックやあれなんか俺はおかしいのかな操作聞かへんのか、うん、つまり全員でコントやろうとしてるときに一人だけコントの台本が入ってない人が入った状況だもんね一般の人入れちゃったみたいな、うんうん、そっから、江本、伊藤は一応ここ入るんだね。でその後片山なんですよね。うん、でいつもね片山と高橋が、片山の方が上なんですけど、俺の中ではなんか雰囲気としては高橋の方が上なんだよな高橋の老けてる感じがあるというか。何年先輩ですか。1年かな。1年1年だよね。あとね僕はやっぱり柳井ですかね。柳井はいいですね、うん、柳井もいないキャラですよね。柳井は面白かったですねそれ言えんねやっていうところね死ねって言われたことあるとねそうそうそう柳井深掘りしたら面白くてだんだん怖くなるよなそうなの、聞けば聞くほどね、うん、それ笑いながら言えんねやっていうところが面白かった。ワードセンスがでもあれ意識して言ってないでしょあいつ。でもあいつね、うん、間がいいのよ、うん、あのトークの間がいいから、うん、持つんだよね、絵が持つから、うん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 、ちょっと答え待てるんですよね、うん、全然大丈夫ですよね、うん、ディフェンスマシンねディフェンスマシン渡りって大空って名前やったの。はい、知らなかったですか。ヒロタカって言うんだ。もう主役の名前やん。これは何これ。渡る大空ですから、うん。これはなかなかですよ。うん、なんかすげえかっこいいな。はい。漫画みたいな、はい。サラリーマン金太郎とかに出てきてる。スケールでかい。そんな名前やったんや、はい。でももう2年ぐらい前に羽ばたいていきましたけど。羽ばたいた。よかったな。はい、よかったな。あとそうあれですね、あの加賀くんがすっげえ度胸あるんですよ、うん、誰加賀緊張しないんですよ、うん、ああそんな感じあるね。あれなんか神経が 2,3 本ないよねなんかのイベントあるマスオさんバカリズムさんのあの体験するときに、うん、なんかあいつこんな前座があったじゃないですか。なんか分かんないけど前説みたいな、はいはい、緊張してるかでも大丈夫かって励ましに行こうと思って行ったら、うん、全然緊張してない俺が緊張してるんですよ俺が励まされて帰って緊張せんねえかってまあないけるよなってあいつマジで緊張一切しないし、いやあいつ本当にだってあの幕張メッセのメッセメッセクラブの時も本当はあれ松井をメインボーカルでにしたかったんだけど、
これ松井緊張するなと思ってでそうかと加賀とのツインボーカルにしたらいいわと思って思ってで1番を松井2番を加賀にしてたんだけど、うん、これ1番松井緊張するなと思ってそれで1番加賀2番松井っていうふうにしたけど、でもそれ助かっただろ、はい、松井緊張するんだ緊張しました歌詞が全然頭に分かる入ってこなくて、うん、踊りもあるしね踊りもあるし、うん、しかも専門じゃないから全然できなくて加賀も専門ちゃうんだよね加賀はもう本当に、うん、なんかツートップみたいに同じキャラがねどんどん濃いのが来て濃いのが、ね、でその後三連ちゃんがもう全然薄い人ばかりですよねどこですかどこですか岩橋小林井の谷薄いな薄いかなあのあんまり出たがらない人、ね、そうなんですよ Z 世代の典型な感じですね加賀、ねね、が強すぎるからってところですよねだからなんか井の谷がまあちょっと出にくいキャラなので、うん、クスダの回は自らクスダが出てるんですよだからなんやでも自作自演も甚だしいやつや昨日もちょっと会議で言ったんですけど普通あのディレクターがうんうん、なんかやらせるじゃないですかやらせるでこれ藤本が AD にやらせてるったりするじゃないですかうん、うん、で僕が誰かにやらせてるっていうのはいいじゃないですか、うん、これ僕が僕をやったりとか藤本が藤本やったりしたらそれはなかなか寒いじゃないですかややこしいクスダはそれに挑戦してるんですよ自分たちの演出自分そうなんですよ恐ろしいですよそれはねつまり客観的に見るとただの出たがりなんですよ出せえもんな変な感じじゃあ続いて藤本さんのバージョンいただきますではいきます 3,2,1 チャンネル登録高評価よろしくお願いします言えよ噛んでへんよ今のは今のは噛んでへんってなんか声おかしいなと思ったんですよ高評価みたいな久々に喋ったみたいな感じになってたけど藤本、もう OK もう終わってるこっちうまく言えてもこっち使いますもんね、はい